はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日も相場解説をしていきます。週が変わりましたんで週足から見ています。4月6日6時40分の相場解説ですよね。ですね、大きく見ていくとこの週足なんでね、本当に大きいんですけども、こう上のラインがあるでしょ、このぐらいですか。で、下のラインがこうあるでしょ。で、現在この真ん中辺なんですよね。まあ、ですんで上に向かうのか下に向かうのか、こういうところはね、測りにくいんですよね。まあ、この辺にいたら多少の振れ幅はあるにしても、こっちに向かうだろうなっていうふうな、まあ、推測は成り立ちやすいんですけど、今真ん中あたりですからね、どうなるのかなってことでございます。で、同時にですね、上の方からぐーっと落ちてきて、これですよ、ヒゲを出して落ちてきてるでしょ。あ、ちょっと待ってください。ここヒゲを出してぐーっと落ちてきてるでしょ。その後で下ヒゲを出して陽線になって持ち直してるんですよ。こういった形の、まあ、新しい赤いちっちゃいね、真四角みたいな陰線っていうのはどっちに向かうのかってことを非常に測りにくいですよね。まあ、月曜日なんで分かりにくいのは私のね、不徳と致すところなんですけどもね。で、次が、デイリーですね。さっきのがウィークリーで、今回がデイリーです。デイリーもそうなんですけども、ここが上、ここが下のラインになってますけども、まあ、真ん中あたりなんですよね、いるのが。だから分かりにくいと。ここら辺からグーンと落ちてくるときっていうのは、結構分かりやすかったでしょ。売りでかけてるのがよかったんで。それがここまで行くかなと思ったらいかないんで、ここで止まっちゃって、反転してきたんで、この後、その反転が長く続くのか、それとも下の方に向かうのかってことが分かりにくいってことです。で、4時間の方を見てみましょう。方向性がつかめないのがウィークリーとデイリーです。4時間。はい。ドンと開けますと、さあどうでしょうか。やっぱり真ん中辺ですよね。昨日もね、中丸トレーダー言われてましたけども、ドル円は難しい局面に入ったっていうのは、真ん中辺にいるんですよ。これが。で、前回は、ここにゾーンを引いて、ここを突き破って、ドーンと落ちてくるところを狙ったんで、結構ね、取れましたけどもね。今回はそれがね、こう、蛇のうねりのように、横ばいの方に入ってきたわけなんですよ。で、ちょっと難しいんだな、方向性を確かめるまでは時間かかりますよってことで、月火を使っていこうと思いますけども、1時間足、1時間も上からずっと降りてきたのが、こういうね、今止まってますよね。で、多少こういうふうに上がってきてるんですけども、じゃあこれがですね、今ここにいるわけですよ。ってことは、こうなっていくのかなと。もしくはここを、突き抜けて、この辺りまでね、やっぱりこう、続いていくのかなってことですよね。まあ全体像が見たところで、まあ上に行くか下に行くか、もうちょっと様子を見ないといけないっていうのが、月曜日朝の相場解説になります。まあ先週も分かりにくかったんですけども、先週ね、この辺り、この辺りって非常に分かりにくかったんですけども、まあ今回もね、焦らずに見ていこうかと思います。ひょっとしたらね、本当に、しばらく3、4日とか、今週中はチャンスがないのかもしれません。見るのも相場ですね。それでは失礼します。